そんなこんなで今日はマクドナルドさんに新しく登場しました朝マックのメニューを買ってまいりました。この袋のガサガサでもお腹すくっているやつですが、出てきますのはてりーん、ベーコンエッグマックサンドウィッチ。もはや新メニューなのに、なんか聞いたことある感じの名前。でも包みにうっすら書かれているこの卵感、これでもう食欲そそるし、こっちもいい音。でドリンクはこちら、野菜生活をゲットしてまいりました。色合いが可愛いこのセットで250円となっております。朝マックといえばマフィンのイメージもありますが、なんとこのハンバーガーはこのようにふんわりバンズなんですね。こう見ちゃうとふんわりバンズの中にチーズが挟まってるだけかなと思わせといて、こっちから見るとちゃんとほら卵、プルプル卵系の卵が挟まっております。ちょっと開けてみましょうか。まずチーズが伸びていった先にベーコンもベロンとありますね。ただ実はベーコンエッグマックサンドと言いつつもチーズもあるので、ベーコンチーズエッグサンドというチーズっていう素敵なものがあるのに、チーズをあえて言わないっていう素敵なパターンとなっております。ではいただきます。もちろん美味しいね。もちろん美味しいし、ちょっとかじった後ですいませんが、この断面見て、これも卵の迫力すごいよね。そもそも口に入れて美味しくて、自分がかじった断面を見て余計また美味しくなっちゃうっていうビジュアルで、美味しいは美味しいんだけど、全部のやつをどこかで食べたことがある味の感じ。バンズもベーコンもチーズも卵も他のマックのバーガーで使われてるやつが、なんか組み合わせが初めてっていうパターンのやつですね。だからピン芸人の新ネタとかでもパッケージとかネタのタイトルだけ新しくて、中で喋ってるあるあるネタとかはどっかのネタで見たことがあって、それをなんかいろいろ組み替えてる感じだよねっていうのに似たものというか、それだと思われますが、結局美味しいことには間違いないから、全くわけわかんない突発的なものを食べるよりも安心していけるっていうやつだと思われます。うん、でさっき卵の迫力って言いましたが、一応また断面すいませんが、前半はすごくこうやって卵の黄身の迫力あったんですけれども、後半はやっぱり予想はしていたんですけれども、白身が出てくるよっていう、半々だよっていうこともお知らせしておきます。でも実は僕こっちもこっちでプリプリで大好きなんです。どんどん食べていくだけですね。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回の新しい朝マック、ベーコンエッグマックサンドでございますが、一番印象的だったのがやっぱりバンズがマフィンじゃなくてふんわりバンズだったから、ふわっと食べやすいメニューだったかと思われます。割と思ってたよりかは、すっきりさっぱり朝を迎えられるような、そんなハンバーガーだったと思います。まあそれはいいんだ。それはいいとして、今日の何がのコーナーでございます。今日はチャンウーさんからこんなコメントがあったんですけれども、右に曲がったらあるんですよね。何が